犯人の男はこの町にありますある小さなクリーニング店でアルバイトをしていました。犯人の男はこのクリーニング店でアルバイトをしていたんですが、朝の8時半から10時頃まではいつもここで、どうしたんですか？あれここあの例あの事件の現場じゃないです。福永内海、あれ君たちはあれひょっとしたらおにゃんこクラブの面々ですか？みんな、はい、そう。あれ何やってんの君ここで？ドラマです。ドラマ、はい、ここあの事件の現場と思って来たんですけど違うんですか？ディレクターさんが場所が違うみたいだけど、あれ今週のスター密着ウィークリーはおにゃんこクラブです。せーのですね、はい、スター密着ウィークリーご存知でしょうか？はい、あの田舎にいた頃母と一緒に見てました。田舎はどちらでしたっけ、さゆさんは？広島です。広島、はい。まあ、今おいくつで？19歳です。なんかあのデビューの頃より少し頬がこけた感じしますけど。そうですね、顔が締まりましたって。朝今日ねロケは今何時でしょう、はい、7時前だけども何時に起きました今日は？お風呂に入ったんで4時半に起きました。いいの？約束だもん。しょうがないでしょ。たまに一緒に歩いてあげる。非常になんかこの世界に入って困ったことって何かあります？困ったことですか、うん、困ったことよりも嬉しかったことの方が多いですから。テレビとか新聞とかに自分の名前が出てるでしょ。ああいうのがすごい不思議なんですよ。田舎にいた頃こう母とか父とかとこうやって見ててご飯食べながら見てあーとか言って嬉しいですね、みたいな感じだったでしょ。これがあと10年ぐらいするとインタビューマイクを向けてもほとんど答えなかったりしてピンズだってお母さん見てるだって仕事してる母がいつも見てんですよ。本当に遅い。はい、お待たせしました。ありがとうございます。すみません、遅れまして。ありがとうございます。何の話してたな、お前。こんな天気のいい日にお前、俺、図書館勉強しなきゃいけんだ。しょうがないよ。ちょっと待ってよ。図書館左。バカやろ、お前。右に向かってじゃねえか。どう？バッタの一つだよ。バッタは右ですよ、右。おにゃんこクラブに入ってね、もうだいぶ時間経ちましたけども、はい、おにゃんこクラブというかにゃんにゃん始めて、はい、得したことって何ですか？得したことですか？よく言われるんですけど、貯金が貯まったこと。貯金が貯まった、お金が貯まった、現代っ子ではですね、言うんですよ、はい、なんて言うんですか？貯金が貯まったって。あ、周りのみんなも他の子も、はいはい、2週間休みがあって200万円もしあったらね、はい、どうしよう。ハワイに行きます。ハワイですか？あ、でも貯金するかもしれない。貯金、いいかげん、そのお金とその現実を話しなさいって言ったらさっきからお金を話す。貯金ですって200万円。じゃあ2週間どうすんの？2週間寝てます。あれ、待って、アイレンどこにあるんだっけ？アイレン、ねえ、今の誰？あれね、我が家の下宿人、立花一平って、お姉ちゃんの子の転校生。転校生？下宿人？お姉ちゃんの初恋の相手なの。初恋の相手って？そういうこと。どうぞ。
買い物こっちに来るの？私はあんまり、でもカツちゃんがね、毎日来てたんだって。カツちゃんって、うつみ。うつみ。よくこの店に来たの？来てます。あ、ほんと？じゃあこの靴もそうなの？え、これは違うんだけど、この辺よくトロトロしてる。ちょっとこの財布をね、財布がまたこのミーハーな、基本的にミーハーなんで、ちょっと見せなさいって。ミンバレンチのもう財布もすぐこういうものもしたの、しょうがないです。今日はうるさい。サイズは大丈夫なの？2人とも大足です。大足、はい、いくつサイズ？ 3.5 です。違います、4です。嘘だね。今日は 4.5 です。 4.5? 4.5 です。 4.5 です。 4.5 です。 この靴は仕事用の？ちょっともうプライベートの？プライベート。プライベート、うん、そのプライベートの靴を見てくれる男性いるの？いません。いません。残念ですね。でも一生全部プライベートも仕事も。あ、そう、なるほどね。リハーサルがちょっと、すいません、ちょっとお休みのところ、お話を聞きたいんですけども、よろしいですか？あなたは名前は？弓岡真美です。何年生？高校生？はい、高校1年生。1年生。今日まだ連休でもう最後だけど、みんなね、周りの友達とか休みでしょ？はい。仕事してどうですか？面白くないんじゃない？面白いです、うん、好きなことだから、うん、おにゃんこに入ってさ、どの辺が一番楽しい？みんなと中に入って歌を歌ったり踊ったりできること。みんなが10年ぐらいかかって作る思い出とかの量をね、もう1年ぐらいでバーンって早いね。いろんなことができるし、もう休んでさ、今日行きたくないなんて時もありました？今までに。あります。あります。もうくたびれちゃって、それでもなんかもうここまでね、絶対来なきゃいけない気持ちがあってね、来るとなんか1時間ニャニャーとか言って終わっちゃうからね。なんつったらいいの？やだー、フォロー入れてやの横で。よし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 、はいはいはい。雨でほら、今濡れちゃうと髪の毛取れちゃうよ、ほら、抜けちゃうよ。全然気にしない。さて、はい。おにゃんこやって、入った頃はまだ高校生だったわけだけど、うん、どうですか、その辺のギャップっていうか、実際に普通の高校生と、それとタレントさんの生活ってのはやってみて、大変だった？そうですね、やっぱ夏ぐらいからとってもおにゃんこ忙しくなって、夜12時ぐらいまでやるときもあって、それで埼玉の方だから帰ると夜中でも1時間かかるんですよ。で1時ごろ帰ってお風呂入って寝ると、もう数時間寝たら学校行くために起きなきゃいけないって、ね、学校あったときはつらかったですね。例えば10年先とかね、15年先とかって、先のこととか時々考えることありますか？そうですね、でももうあと5年後ぐらいにはね、結婚して家庭を持っていきたい。23ぐらい3か4ぐらい ね、それまで、遅くてもそれまでには結婚して家庭を持っていたいなと思う。私は二十歳で本当はしたいんです。あ、本当だけど、なんとなくもうあと2年ですからね。そろそろ諦めなきゃいけないから伸ばしてそんなことないですよ、まだ2年あるし。でも結婚するんだったらやっぱり間違いはない相手を選びたいから、うん、2年ぐらいはお付き合いしなきゃいけないと思うと。それがしっかりしてるね。もう秒読みですかね。だからあれじゃない、こんなに忙しいとね、こうやってまた他の放送局行ったりしてると、好きなほらサザンオールスターズとかそういうのレコードも聞けないんじゃない？そうですね、うん、でも車の中で聞いてるから、うんうん、
今ね話をしているうちに、麹町にあります某局に着きまして、どことは言いませんけども中に入っていこうとしています。どうもおはようございます。吉澤孝明でございます。いやー本当によく寝た。あれこれは僕の部屋じゃないんですね。実はここはですね月曜ドラマランドが撮影されております三鷹スタジオなんです、おにゃんこクラブ絶好調スター密着ウィークリーも絶好調です。さあ今日も密着ウィークリー行ってみよう。女の子たちが今メイキャップ室にいそうですね。ちょっと見てみましょう。まあ髪の毛かなんかをいじったりなんかしちゃ、あれ？何やってるんですか？ちょっと僕もちょっとやってみましょう。これ喉を乾かすんですか？鼻を温めるとね、あの鼻がやるくなんですよ。ですね。喉、喉、喉。いや、みんな喉やられるって言うでしょ。はい、鼻やられるから喉やられるでしょ。鼻を乾かすんですか？いやだから口から温まり入れると鼻の後ろが温まってきて、要するにあの鼻の中でぐちぐちしたものがきれいに温まって楽になる。口に当てるんですか？これあ口開けた開けた開けた、ま、た覚えて、おお結構熱いけどね。どどどどど熱いけど、ほら熱いけど我慢すな、こう熱いけど我慢すな、熱いでしょ、ちょっと熱いですよ、こう熱いでしょ、うつでしょこれ。いや本当本当先生やね、本当だって向けてね、ほらいい、あーだ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 ーあ、違う違う、手元こいて、ほらお前の歯ね、ほらちょっとってことは夫婦でしょ。あ、ね、小雪さんも帰っちゃったみたいですけど、いますよ、いますよ、バランちゃんまでいますよ。クワさん、最初から手つけてないと私大変だから、もう手つけてていい。今ここにしよう、ね、結構これただ言い訳しちゃうだけ演出だよね。じゃあ私も演出しちゃおうかな。うん、いいお父さん、図がいい図がいいだって。こうやってあのですか、撮影の合間とかに皆さんこれって食べちゃうの？食べちゃうんですよ。なくなっちゃった、どんどん出てくる。そう、あ、ほんと食べて軽くて結構スケジュール見てたな。そうそう、役者乗れないときだろ。ビジネスの前の腹いっぱい食うやつどうにも。よいしょ、どうもお疲れ様。お疲れ様です。あれ今は待ち時間ですか？はい、そうです。あれおかしいの、何どうした？確かに何が転がってもおかしいんだから。よいしょ、洗ってごらん。明日は学校あるんじゃない？はい。明日の1時間目の授業何？明日の1時間目は覚えてません。覚えてません。ひどいですね。もうだけど眠いですよ、夜遅くなって帰って。ああだけど、うん、平気です、若いから。また言うお風呂になってんの？うん、本に出すんです。ちゃんと言うんですか？はい、はい、5秒前4、3、2。はい、大変長らく。はい、お疲れ様です。ねえ、こうやってドラムの収録が終わって、はい、今月レコードデビューするんだって？ええ、ニッテリちゃんとかいろんな子にも聞いたんだけども、例えばこのニャンコをいつ頃までやってみたいとか、そういうこと考えてる？私はもう年なんでね。もう年なんでね。だってまだ 19? 19だけど ね、もう20歳になっちゃうんで、うん、もうそろそろ卒業してもいいんじゃないかな。20歳とか19ってもう年って感じなのかな。だけどやっぱり一番ね、おにゃんこの下の子っていうのは15、16だから、下手すれば5つぐらい違っちゃうんですよ、うん、やっぱりそうすると会話も違うし、うん、こっちが今度ついていけなくなっちゃうんですよね、うん、だから変に自分で浮いてきちゃうような気がして、ほんでなんか最近すごいプレッシャーを感じてるんですよね。こうどうなんだろう、他のねおにゃんこの子たちでもうデビューしてる子たくさんいるけども、うん、あのライバル意識とかそういうのはあるのかな？全然ない。全然ない。うん、うん、なんか怖いけどすごく、うん、
やっぱり一人で出るってことはね、うん、でもいろいろチャレンジして頑張っていきたいと思ってます、うん。